どうもトータルハット文太です。今回は EAD10 と iPhone アプリの接続について説明したいと思います。まずはですね、こちら iPhone ですね。こちらにライトニングケーブルを接続します。はい。でその後にですね、こちらの EAD10 の方のモジュールに、USB を接続します。はい。そしてですね、 EAD10 の対応アプリレックンシェアを立ち上げます。左上のタブを押してもらって音楽を選びます。で今回はノーミュージックを選びます。その後にスタートレコーディングを押してもらうと、もうこれでレコーディングできる状態なので始めてみたいと思います。よし。はい、こんな感じで、今回は全体と、EAD モジュールを入れる感じでセッティングしてみました。はい、それでは早速叩いてみたいと思います。裏でいきます。はい、しっかり、撮れているか確認してみたいと思います。まずですね、ここのレコーディングソングスっていうボタンを押してもらって、文太一、まあこれ名前文太一って動画にしたんですけれども、再生してみます。ちゃんと撮れてますね。はい。あとアップロードだったりとか画像の保存もここで簡単にできるので、皆さんやってみてください。はい。それでは皆さんもこの EAD10 と iPhone を使って簡単にレコーディングできますので、ぜひトライしてみてください。文太でした。